どうも、ラートです。ということで、脱獄ごっこプロバージョン 5.1.0 来ました。いろいろマップが変わったりとかね、マップの追加だったりとか、あとミッションも来てるんでいろいろ紹介していきたいと思います。はい、まずはバージョン 5.1.0 こちらですね。まあ見ての通り、まあ、新マップと、まあマップが一部調整されたりとか、あと、ガチャの背景もね、変わってるということで、後ほど見ていきたいと思います。はい。いや、めちゃくちゃね、なんかもう楽しみ。はい、ということでまずは脱獄ごっこミッションですね。こちら、はい、このモーションというかエモートがゲットできます。こちらですね、脱獄ごっこの公式の生配信でいつもあの試合が始まるときにやってるね、あの合図みたいな感じで脱獄ゴーゴーみたいなこう動きがあるんですけど、それがついにゲーム内でもあの動かせるということで、はい。でこちらね、ガチバトルをもう合計100回遊ばないと達成できないんですけど、まあめちゃくちゃ遊べっていうことですね。はい。そして、UI が変更になりました。 UI というのは表示ですね。表示がバトルパスの表示が変わりましたね。はい、見やすくなったということで、はい、ガチャですね。ガチャですよ。まあ今回はね、ちょっと P チケットはまだ溜まってないので、ちょっと P シールの方で100枚だけ使ってちょっと演出だけ見るために回していきたいなと思います。背景が新マップになってますね。でガチャの結果がねシェアできるようになったんで、まあ、気軽にスクショわざわざ取らなくてもこの一つのボタンから共有できるようになりました。あとはね、あのタイトル画面とかこう画面上にディスコードのね、あの広告だったりとか YouTube のボタンが追加されてるんで、そこからね、まあ、ちょっとチャンネルに飛んだりとかディスコードに飛んだりとか、まあ、できるようになりました。はい、ということで今日の本命ガチバトルで新マップバトルしていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。待って、アルフレッドしかいないんだけど。アルフレッドしかいません。待って、ニャックルチームアルフレッドチームになってんじゃん。他のチームはちょっと別のスキン混ざってるけどさ。アルフレッドチームないるんだけど。はい、ということでイアル砂漠遺跡新マップです。結構広いよね。ってことでちょっとまだマップ把握しきれてないんですけど、ちょっと慣れつつやっていきたいと思います。ちょっと各場所にまあちょっと樽というかちょっとこういうのがあって、その周りに4つ宝箱が集まってるみたいな感じが結構多いですね。さあさあさあ、ちょっとでっかい樽もあるね。でっかい樽もあるけど、ただね、なかなかちょっとまだマップが把握しきれてないから宝箱の位置がわからない。まあ慣れればねいけると思うんだけども、ちょっとまだ慣れずで、おい飛んでいく。いや結構宝箱開いてんね。ちょっと集めるの難しいかも。まあでもまあ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 、ちょっと待って、仲間がやばいよ。小3の子が、小3強いよが一番最初にやられてんじゃん。何してんの。まあ、しゃあない。翔さん強いよ。あなた強いのに。やられてるやないか。ちょ、まずいですね、これ。やばい。ちょ、アイスもあるから、回復していきたいが、逃げながらいけるか。ちょっとまずいかもしれない。やばい。ちょっと、やられちゃったよ。まずいか、ちょ、仲間が一人、まだ体力残ってるから頑張ってほしいけども。はや、やられてる。ああ、やられた。秒でや、しかも、待って、試合終わったんだけど。はや。いや、これは無理だわ。これやばくない？これプロなのかな？トーガラスさん？小3強いよ、一番ランク高いじゃん、俺のチームで。ねえ。いや、めちゃくちゃ上位のさ、ランク帯の人とマッチして、やられてしまいました。はい、ということで、ちょっとね、すぐやられちゃったんですけど、皆さんもね、新マップ来てるんで、ガチバトル遊んでみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。